こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はフルル製の17音カリンバ、こちらをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらのフルル製の17音カリンバをご紹介していきたいと思います。こちらはキズナタク様の商品となります。以前私がフルルのこちらの34キーカリンバを購入した際に利用させていただいたショップとなります。今回は日頃の感謝を込めてとこちらの17音カリンバをご提供いただきました。ご提供いただき誠にありがとうございます。一旦箱の中に戻しまして、箱からご紹介していきたいと思います。はい、一旦箱に戻してみました。いつものフルルの外箱になります。はい、こういった形で届きます。では開けてみます。はい、17音カリンバなんですけども、最近のフルルはこの形状のハードケースに統一されているようです。ハードケースにカリンバ本体が入っておりまして、中に紙で綺麗に包まれたチューニングハンマー、はい、こちらが入っております。フルル製のものってここがラバー製になっていてすごく使いやすいんです。はい、なのでね、私はいつもチューニングするときはこのフルルのチューニングハンマーをよく使っております。はい、すごくね丁寧に包まれておりました。そしてピックアップ、それから麻の巾着袋、そしてクリーニングクロス、それからキズナタク様の専用の取扱説明書になります。日本語で書かれています。はい、そして最後にフルル製の説明書になります。英語で書かれているので、はい、読みたい方はアプリを使って翻訳アプリで読むといいかなと思います。そして楽譜がちょこっと載っております。はい、箱の中はこういった形で入っておりました。そしてこちらなんですけども、ダブルファスナーケースになっております。34キーカリンバもね、同じケースで届いて、他の17キーのカリンバも同じケースで届いて、正直にねこれで入れているとよくわからなくなってしまうんですけど、はい、こんな感じでシリカゲルが入ってビニールに包まれて入っておりました。これがねぴったり収まっているのでね、なかなか出すのによいしょ苦労します。はい、破れてしまうと怖いんでね、先に外しましょうね。はい、カリンバを出すとこのような形状になっております。これなんですけど簡単に外れます。で、34キーカリンバの場合はこの状態のままこうやって入っております。なのでね、若干動いてしまうんですよね。うん、この点はね、なんかここにウレタンを挟みたくなるんですが、17キーはねこれが入っていることでがっちりぴったりサイズで、はい、守られています。すごく安心ですね。はい、で内側に小さなメッシュポケットがついております。まあ、ここに何か物を入れるっていうのはちょっと怖いので入れないかな。はい、こんな感じで入っておりました。ではこちらの外観を写していきたいと思います。はい、このようなカリンバが届きました。今回はこちらと同じくキズナタク様の方で購入させていただいた先ほどの34キーカリンバと、私が最近のフルル製で一番気に入っているこのサンフラワーカリンバ、この3台で比較しながらご紹介していきたいと思います。まずはこの真ん中の今回ご紹介するカリンバを詳しく見ていきたいと思います。こちらのボディはザンビアローズウッドというものになります。その中でもカーリーフィギュアを選択されているそうです。赤みがねすごく強いボディですね。でね、木目がすっごく綺麗なんですよ。カメラで伝わるかな。すごいね綺麗でね、
開けた瞬間、わあめっちゃ綺麗って感じで、はい、びっくりしました。なんだかね、こう自然光の中で見てる方がすごく綺麗なんですよね。ここはね、照明を焚いてるので、このね、木目の良さをどこまで伝えられてるのかがわからないんですが、はい、すごくね、うっとりするような美しさです。はい、でこのお色なんですけども、着色してるのかななんて思ったんですが、中からね覗いてみてもやっぱりね、内側の塗装してない部分もね明るいんですよ。なのでこの赤みボディはもともとの素材の持ったお色ということで、すごくね綺麗なお色になっております。次にこちらのボディをご紹介していきますと、こちらは箱型のものになりまして、先ほどもお見せしましたが、そこにサウンドホールがあります。でね今気づいたんですけど、なかなかここをね注視することがなかったんで、あっと思って、おうおうっていう感じで、あ、なんか可愛いポイントだなと思ったんですけど、若干ねこう歪んでるような気がするんですよね。うん、なんか可愛いポイント見つけちゃいました。私だけのかもしれないそれはそれでちょっと嬉しかったりします。はい、でこのサウンドホールがこの底辺っていうか、このマチの底にあることで、自分に音が直接バーンと響いてくるような、そんな体験ができます。でこちらはね、トップ材に穴が開いておりますので、こう真上に音が広がるような感じがします。そしてこちらのサンフラワーカリンバにあって、このザンビアローズウッドにないものなんですけども、裏側にトレモロホールがこちらはあります。ですがこちらはねないんです。はい、なのでトレモロ奏法を使用したい方は、なんていうか、ここをね自分の体に当てるような感じで演奏しないと若干難しいかな。こんな感じ。はい、これをね自分の体でやるといいらしいですよ。はい、あのミントさんの動画で拝見しました。こちらはここにありますので、後ろの中指か薬指か何かで押さえて、ね、できなかった私ね、このサウンドホールじゃないわ、トレモロホールあんまり使ったことないですよね。うまくできないな。あ、こんな感じ、パタ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 音が鳴っちゃう。さっき練習の時はうまくできたんですけどね。うん、難しいまあ、はい、そんな感じで、トレモロホールもぜひ使って、演奏方法もいろんなものを試してみてください。はいはい、そしてでは次にこちらの3台のスペックを簡単に比較していきたいと思います。素材はこのようになっております。こちらの34キーはアメリカンブラックウォールナット、そして真ん中のものはザンビアローズウッド、そしてこちらのサンフラワーは両脇がアカシア、そして真ん中はメイプル、それから背面はウォルナットとなっております。多分ね、ここのマチはこのアカシアかな、同じような色に見えますので、すごくね贅沢な木材の使い方をされています。すごくね、ほんと可愛いんですよね。はい、そして重さはこのようになっております。34キーカリンバはやっぱりすごく重くて 692g、 それからザンビアローズウッドは 375g、 サンフラワーカリンバは 368g でした。そして本体の大きさなんですけども、こちら2台は全く一緒のサイズになっております。縦が 18cm、 横がこの最大横幅で 13cm、 厚みが 3.5cm でした。こちらなんですけども、長方形の形になっておりまして、縦が 19.5cm、 横が 15cm、 厚みは 2.5cm でした。はい、そしてこちら2台のカリンバはフルルの最新のキーがついておりまして、すごく丸みのついているキーになっております。こちらの34キーのものはチルエンジェルズと同じような、ちょっとねまっすぐ気味のキーになっております。はい、では順番に比較をしていきたいと思います。ザンビアローズとサンフラワー、34キーと順番に弾いていきます。使用する曲はいつもの命の歌となります。こちらの34キーはとりあえず下段だけで比較していきたいと思います。それではお聴きください。生音で撮っています。
3台引き比べてみましたが、いかがでしたでしょうか。34キーカリバは B 調のものを使いました。なのでこの2台とはまた違った響きを楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。で、34キーカリバなんですけども、全体的に金属ブリッジであること、そして上の段もねあることで、なんていうか1本引いただけなんですけども、このブリッジとこの上のキー全体も響いて、よりサスティンも伸びてるような、そんな気がしています。実際に下の段を引いてちょっと間違えたなと思って下の段を止めても響きは続くんですよ。でどこかのキーがねこう響いているような、そんな感じです。そしてこちらの2台なんですけども、生音で聞き比べた感じですと、サンフラワーの方がなんていうか音がパリッとしてるような、そんな気がしています。そしてこちらはねすごくあったかい音がしましたね。はい、キズナタクさんの方では11月ぐらいから販売開始されていたんですけども、このツヤツヤボディが新商品のポイントなのかななんて思います。まあ撮影にねライトも反射しちゃうし、なんなら顔も映り込んでしまうので、若干演奏というか撮影の演奏には扱いづらいところもあるんですが、そしてこのね曲がりすぎてるキーのここにね顔がバッチリ映り込むんですよね。もうクリアに反射しすぎるぐらいくっきり見えるので、そのあたりはね、まあ撮影の技術が私が足りないってことなんですけども、この塗装がより木材の持っている木目、すごく綺麗な木目を映し出しているような、そんな気がしています。サンフラワーはねこの辺がすっごく綺麗なんですよ。でこちらもねなんかすっごい深い模様に見えますね。なんていうのかな、なんかあのオーストラリアとかの茶色の砂地のところなんだろう、そんな表現で合ってるのかな。なんかすごいんですよ、木に見えない、いや木なんですけど、いや木だななんだろうな、深いなって、すごい模様が綺麗だなって思います。はい、でこのねキーの曲がり具合の特徴というか、最近ちょっとこのサンフラワーカリンバをよく触っているので思うんですけども、爪で弾くっていうよりはいつものカリンバよりもこうなんだろうな、上の方から弾くというか、皮膚もしっかり使って弾くようなスタイルが、音がよりまろやかに深く優しく響いて演奏できるんじゃないかなと最近感じております。はい、もうキーのね種類によって指先の使い方も変化させて演奏していく、そんな感じで使いこなしていくといいんじゃないのかなって思います。カリンバってすごく単純な楽器なんですけども、個々のね個性を生かして、このカリンバの時は指先を立て気味で力加減を調節したりとか、このカリンバの時はちょっと寝かせ気味で親指の皮膚もしっかり使ってみたいな感じで、演奏のね工夫も必要で、本当に奥が深い楽器だなと改めて思いました。ザンビアローズウッドの商品の詳細と34キーカリンバの詳細は概要欄にありますリンクより Amazon でご覧ください。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。